すいません。昨日動画休んでしまって。どうも、当たり前です。風邪ひきまして、酒飲んでみようと思ったんですよ。アルコールとかで頭の痛さとか、なんかそういうのとかがなくなるんじゃないかなと思って、結構な量飲んだんですよ。終わりました。風邪ひいてる時酒飲んだらダメ。一番ダメ。まだ体ちょっとやばいんで、で、まあ二日も動画休むわけにはいかないなと。今日はダラダラと動画をね、なんか撮っていこうかなと。この子、ポケモンカード始めたでしょ？ポケモンっていっぱいタイプがあるじゃないですか。水とか、地面とか格闘、ま、いろいろありますよ。僕、毒タイプがすごい好きなんですよ。なんか毒ってかっこいいじゃん。他のゲームでも、なんか武器とか、なんか毒属性がついたやつとか、ポケモンも僕、ニドキングがすごい大好きなんですよ。毒タイプだし。いろんなゲーム、毒でやってるんですけど、なんで毒って弱いんかね？ポケモンだって毒かかってさ、毒消し使えばすぐ一発治るじゃん。やめてくんないかな？あれ。ちゃんとさ、考えたらさ、毒ってさ、一番厄介でしょ。炎、水、電気、まあ、いろいろあるけど、一番動物を殺してんのは毒だからね。人を殺してんのも毒だからね。どうせポケモンカード始めて、じゃあ俺が毒のデッキでやったとしても、どうせ弱いんでしょ。大きな声出したら頭が痛いです。体調悪いので動画休みますっていうツイートをしたんですよ。リプライが来ますよね。ありがたいことにゆっくり休んでくださいとか、グッズとかなんかいろいろ買ってくださるのは本当にありがたい。本当にありがたいんですけど、その体調悪いってツイートに対してもうそのツイートするかって思ったんですよ。これ買いました。気づいてください。体調悪い。もう体調悪いっつってんのに、なんでこう、誕生日なんです。気づいてください。で反応くださいみたいな。体調悪いって言ってんじゃん。そこだけはちょっとね、考えてよって思うよね。最近ね、変な夜行バス見つけたんですよ。どこだったっけなぁ。あ、こういう時気まずいよね。友達に写真見せるとき、あれどこだっけって、この探してる時間がすごいね、気まずい。あと友達にこうやって動画一緒にこうやって見せてて、その動画がちょっと止まったりとかしたら、その時間結構気まずいよね。こちら、キラキラ号っていう、まずなんでキラキラ号なのに犬と猫なの？犬にチケット加えさせるなよ。よだれでびっちゃびちゃになるだろ。大事にしなきゃいけないもんなんだから、チケットって。で、犬と猫すごい可愛いよね、キャラクター。あれ見て。URL、www.hotdog.co.jp ってなんで犬だけなの？そこ。このバス、マジ意味わかんないよ。って思った。YouTube がさ、すごい規制がすごい厳しくなって、やっぱクリーンな動画だけにしようみたいな、露出が多いやつとかすぐ消されたりとか。まあそれはしょうがないと思う。うちの相方もチャンネル削除されちゃって、ST スタジオもそうだし、動画がいっぱい消されちゃったりとか、エッチー感じの動画だったりとか、まあ消されてるわけだけど、俺ね、一個だけ納得いってないのよ。じゃあ神谷エリナのアキラ 100% の動画消せ早く。何あれ、なんであれ消さないの、なんであれ消されないの、おかしくない？絶対おかしいと思うんだけど。消せよ、あれ。あれか。お前、YouTube の運営、あれでしか。YouTube さんに従いますよ。コンビニで見たんですけど、チョコミントパン。なんすかあれ。俺はチョコミント反対派だよ。でもね、せっかくね、もうチョコミントって市民権得られてるわけじゃん。なんでお前パンにまで来たんだよ。なんなん？パクチーもそうだよね。チョコ業界にちょっと手出したりと、パクチーも調子乗ったことしやがって。チョコミントも同じだよ。なんであんな調子乗るの？チョコミントとか食えるやつはもう歯磨き粉食ってるのと一緒だからね。でもチョコミント食うぐらいだったら歯磨き粉食うよ。美味しい。チャンネル登録よろしく。